東大草科は新生草子用類のトガで約300属7500種以上を含む大きなトガである。特に東大草属ユーフォールビアが多く1500種ほどある。現行の APG 植物分類体系では新設された筋トラの重くに属する。かつては譲り墓やげ科など多くの種が含められていたが、これらは後に別のトガに分けられた。近年では ラフレシアが東大草科の系統に含まれるとする説も提唱されている。日本にはそれほど多くないが、特に熱帯に多く、総本から高木まである。一部多肉植物もあり、見かけはサボテンに似る。花は雌雄こと花で、一部の群では退化する傾向があり、特に東大草族と錦色草族は非常に特殊化した花女の坂月上花女をつける。これは、 小型のカップ状の双方の内側に単一のおしべからなる大花が輪を作り、中央に単一のめしべからなる雌花が1個あって、全体として1個の花のように見える。果実は普通分離下で熟すると引けるものもある。葉は単葉、または複葉で、多くは拓葉がある。一つの重要な特徴として脂肪が3つの心側が、より集まって産質となっている点がある。 つまり、中空の粘土でできた、防水系の塊を3つ寄せ集めたような形である。中東もこれに対応して3つに分かれる。このようないわゆる酸水性は単子用植物には共通する特徴であるが、創子用植物では多くない。植物に詳しい人やこの分野に勘が働く人は、このようなめしべや果実を持つ創子用植物でわからないものがあれば、 とりあえず東大草化を疑う。有毒種が多い。ハズクロトンティグリアムなどに含まれるホルボールエステルは代表的な発ガンプロモーターで急性的には炎症を起こす。ヒマノ種子のリシンは猛毒タンパク質である。ヒッポマネレンに含まれるマンチニールはギネス世界記録で世界一危険な木と記録されている。経済的に重要な種としては食料として重要なキャッサバ。 天然ゴムを取るパラゴムのキヒービやブラジリーンシスがある。またヒマリーキナスカムーニーズ、シナーブラギリアルアーイツコードタなど種子から油を取る作物があり、シナーブラギリから得られる豆油は、豆化用に、ヒマから得られるヒマシ油は、下剤としても用いられた。南ン,ンハゼトライアギカセベフェラの種子からは、ろうそく用のロウが得られた。干渉用のものは、東大グ族に多く、 ポインセチアユーフォールビアプルケリマのほか、少女層ユーフォールビアサヤターファーア、初雪層ユーフォールビアマルギナタ、花麒麟ユーフォールビアミリア、多数の多肉植物などがある。少女層花麒麟ウゴマユーフォールビアプラリアス、東大グサカは次のような赤に分かれる。連、属は、非常に多いので、代表的なもののみ記す。以下は、旧、東大グサカに属していたものである。 ありがとうございます。